カンパニー。今日これを書かなきゃ嘘だなって。まあちょっとタイムリー。最後のね。あるそういうルールあるわ。カシュカシュカシュ。おはようございます。増山たけあきです。おはようございます。増本拓也です。おはようございます。浜健人です。おはようございます。小松翔平です。この番組は若手声優4人が番組という名の会社を立ち上げ、ビッグな大企業にしていくサクセスストーリー番組です。今回も昨今の情勢を受けまして、ご覧の通りソーシャルディスタンスを保ちながらお届けいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、さあいよいよ2月に突入ということで、はい、早いですね。世間はそろそろ節分の時期でございます。なるほど、それで浜さんさっきからこう豆をまいてたんですね。あ、そういうことなんかやってましたから。なんかやってんなと思って。豆まいてるんじゃない。違う、これこっちだったの。カッコつけるつっ、カッコつけた。こっちだったの。違う、キラだ。鳩が豆鉄砲を食らったみたいな顔して。よっ。さあということでね、節分といえば薄味だな。薄かったな。極限まで薄めてた。そうっすね。もっと豆の味させてくれ。薄かったね。あ、まあ浜ちゃんが今やってくれてましたけども、はい、鬼を払うために、まあ、豆をまくのが節分でございますよ、うん。まあ、ただ鬼といってもね、いろいろございまして、まあ、心の中にも鬼が実は潜んでるんじゃないかな。わかる？わかる。いるんすよ。いるかもしれない。いるかもしれない。タクヤの中の鬼が今日バレちゃうの？バレちゃうの？まあ、バレるかどうかはちょっとこれからのタクヤ次第になるんで。じゃあちょっと企画に入ってみましょうかね。はいはい、心の中の鬼を払おう K4 懺悔大会。はい、なるほど。鬼を払う節分直前のこのタイミングでございます、はい。まあ、ついでにですね、僕らの心の中に潜む鬼も追い払ってしまおうということで、ここ最近僕たちが反省したいことだったり、心の中の鬼のせいでやってしまったということをですね、一人ずつ懺悔していきます。わざわざそんな荒立てるようなことないんじゃないですか。まあ、まあこれを機にね、ちょっと綺麗さっぱりになろうじゃないですか。あ、まあまあまあ、そう言われちゃう。わ、うん、かりました。なんか例えばこういうことっていうのが書いてあるんですけど、はい、現場でね、一番高そうなロケ弁が一つしか余ってなかったけど、はい、誰にも聞かずに迷わず強奪してしまった。あ、まあまあ、麻雀やっててね、タンヤオのね、安手でばっかり上がっちゃいましたとか。最低だなそいつ。俺じゃん。最低だな。俺じゃん。オーラストンノミですみたいな、なんかね。最悪だな。なんだそいつ。ランジャー終わるのが早すぎんだって。本当に連れてきてください、そいつ。前生放送で話したやつ。結局上がった。年またいでも、なんでこれが書いてあるのか俺も分かんない。例としてでですね、まあ、発表して最終的にですね、スタッフさんに判定をしてもらって、この人の中に潜んでる鬼が一番厄介だという方を選んでもらいます。おお、はい、その人の鬼を退治するために K4 オリジナルの鬼払いハリセンでカツを入れるということなんで、うん、皆さん正直に最近の懺悔してもらえればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。やだな、はい、分かりました。でそのカツをね、入れる側の人、これは逆にスタッフの方がこの人だったら、まあ、一番厄介度が低いんじゃないかなと、まあ、この人の鬼は弱いと、うん、大丈夫だっていう人がカツを入れるということになります。なるほど。それでは懺悔大会始めていきましょう。はい、順番は自由だっていうことなんで、本当に大したことがないと思う。いや、俺も大した。でも僕から言った方がいいと思う。全然大した。ちょっとこれは、はい、翔平の心の中の鬼から僕の鬼懺悔お願いいたします。はい、遅刻です。あ、最悪だな。ダメだなこれ。まあ今日これを書かなきゃ嘘だなって。まあちょっとタイムリーではありますね。大変申し訳ございませんでした。なんで本編収録がある日にするかって。前もそうです。今日はだって見ての通り、映画の撮影とこの本編収録が結構スケジュールギュッとこうね。今日はだいぶよろしくないですね。ひどいタイプの、その、うん、いわゆる始まった時まだ寝てたタイプのやつだったので、心配になって俺 LINE しましたからね、それくらいの。そうですね。まあ、これに関してはもうふざけられないので。だからもう翔平に関しては順位関係なくカツ入れます。よろしくお願いします。そうです。カメラ止まった後でカツ入れるんで、はい、よろしくお願いします、はい。まあ、順位わかんないですけどね、まあ、とりあえずこれということで、はい、これ払ってほしいわ。まあ、確かにこれは払ってほしい。小松自身もそう思ってるでね。じゃあ何で、はい、今年始まって僕あのダイエットはしてるっていうのはちょっとお三方にもちょっとちらほら言ってると思うんですけど、体力作りも含め食制限もちらっとやりながらグッズにも頼ってるんですね。ですごい便利なのがあって、あのこれぐらいの台なんですけども、その台が振動するんですよ。その上に乗ることによって
体が震えて、その体が震えることによって体幹プラス贅肉が燃焼されるっていうのがあるんですよ。あの使ってないとですね、あの体をその揺れた部分がすごい血行が良くなって痒くなるんですね。あ、はいはいはい。で、あ、痒いっていうのを服着てるとできないから、パンツ一丁とかでやっちゃうんですよ。ダイエットグッズにパンツ一丁で乗ってた、しかも窓開けっぱなしでっていう窓は別にだから、開けなくてもかいいじゃない。なんで窓開けてんの？あの涼しいからあの血行が良くなって暑くなってくるんですよ。暑がりですね。そうで、あのだから窓全開でやってるもんで、で近くに道路があるもんだから、見ようと思ったら見えちゃう、見えちゃう。だからちょっとね、羞恥心持たなきゃなっていうそれは見せたかったとかでも違う、ダイエットしてる人間だから俺は。でも最近ちょいちょい着替える時とかに結構ついてきたんですよっていうアピールをしてるのを聞くんで、もしかしたら見せたがり鬼が、見せたがり鬼が、見せたがり鬼ですか、うん、自信とともに出てくる。あの本当にいないんですよ本当にいないんです、見せたがり鬼。そうなんですね。本当にいないんですだから本当に羞恥心持たなきゃ鬼ですね。なるほどね、はい、でもまあ迷惑かけてはない感じだからね。ないね、まだ。なんか自分が恥ずかしいっていう方だから、これ可愛い鬼かもしれない。ああ、良かった。まあ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 、でもまあ場所と時によっては犯罪犯罪犯罪みんなでみんなでこう法を犯しかねない。な、雲の糸やめようじゃあ私、じゃあ続きます、はい、これも本当可愛いレベルなんでそんな期待しないでください。家のお風呂で長自分がシャンプーを使い切ると、俺が新しいのと交換しなきゃいけなくなるので生きても使い続けるなるほど、あ、最後のねある、そういうルールあるわ。カシュッカシュッカシュッって、ね、あるある。出てこないにもかかわらずちょっと水入れて、はい、いやまだ出るまだ出るこれは俺の交換のタイミングではないで最後のワンプッシュにはしない。もう家族にパースみたいな。だからすごい確かに家族がと思ったら、家族からもうこんなんで泡立たないだろうっていう、うっすうすのカウンターが返ってくるから、ほぼ水だろこれみたいな、やりやがったなみたいな攻防戦が、やりやがったなじゃなくて最初にやってんすよ仕掛けたな自分でそうですそうです、まあ、ちょっとちっちゃいけど、なんかでもなんかわかるでしょ、まあ、地味に地味に、うん、めちゃくちゃでも経済的な話だよね。なんかずっとそれ続けてれば永遠にシャンプー買わなくていい。水になるよ、仕掛けられるけど髪は汚れる。意地の張り合いになっちゃうから、これは未だにやってしまう。なるほどなるほど。ちょっとなんか社員さんももしかしたら共感度高いんじゃないか。あると思う。お、じゃあ満を持して自分の中の鬼を怖がっていた。そうですね、悪役も。私はまあ役者として自分の中でこう常に持っておかなきゃいけないっていうことに対する自分の中の甘えというか、ほう、あれだったなっていう出来事です。こちらです、はい、右のもみあげ反りすぎましたちょっと待って、その直前に言ってたその役者云々の話がどうつながるのか、ちょっと年末ね、僕たちも映画の撮影で、はい、あの年をまたいたじゃないですか。あ、はいはいはい、まあ髪型とかはそうそうそう、うん、だからやっぱり、ね、いやでもなんか2週間ぐらい空いちゃうわけですよ、はい、その間にちょっと髪切り行きたいなとか、はい、でも僕もちょっと切って、でまた同じような長さに戻るように調整したんですけど、このねもみあげね、本当に大晦日ぐらいにザンって言っちゃってT 字で言ったの。そうそう、あ、自分で僕手反り派なので、そう普通にスッて言っちゃって、うん、パッて見たら本当にここがね綺麗に反り上がってたの。やべえと思って、これ絶対繋がんないだろうと思って、でその後まあ髪切り行ったんですけど、無理くりなんかここをなんとかこううまくごまけるように延長して残してもらっていやどうだろう、これ自分の中だけにね秘めておこうと思ったんですけどなんかこんな機会が出てしまったので言いました。ちょっとプロ意識として足りてないなと思って、はい、こういう機会があってよかった。よかったです、はい、すっきりしたということですね。4人それぞれ心の中の鬼を懺悔してみたんですけれども、ここからがこの企画の本題でございます。この中で真っ先に退治しなければならない鬼は誰か、スタッフさんに判定していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、では一番退治しなきゃいけない鬼は誰だったかお願いします。小松翔平の中の鬼でございます。ほら、そりゃそうだよ。あ、ね、まあまあまあ、タイヤは納得いかないです。遅刻タイヤでダブル役なんで、タイヤ込みということでね、うん、まあこれは正直まあ順当といえば順当かもしれませんね。皆さんなんか可愛かったですね、全部いや、ちゃんと探したんだけど、そう、なんかね考えたんだけどね、ちゃんとね、もっとあるでしょ、なんか
もっと鬼出てる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 出た出た本当に悪いことやってるんじゃないですか。いやいやいや、まあ、その将兵の中の鬼を払うために鬼払いハリセンでカツを入れるメンバー、一番まあ心が清らかだったメンバーですね。はいはい、はい、ではカツを入れる心の清らかだった人は誰でしょうか。お願いします。まあ、そう松本拓也さんでございます、ね、うんうんうん、でさあね、はい、そうですよ、言えてよかった、おめでとう。はい、じゃあまずはちょっとその鬼払いハリセンを、うん、そうだった思ったよりも書いてますからね、鬼払い、鬼払い効果がちゃんと書いてあるわかりやすいですね、はい、まあ、やはり鬼はですね尻に潜むということでですね、翔平の尻に鬼払いハリセンでカツを入れてもらうと思います。なるほどなるほどなるほど。じゃあ翔平ちょっとやっぱ心の中の鬼出さないといけないから、カツを入れてどういう自分に生まれ変わるか言ってもらってです ね、 そ, ですね、その後に拓也一言いただいて、はい、尻にカツということで、それじゃあ鬼払いよろしくお願いいたします。鬼を払ってもらった暁には新しい目覚まし時計をもう一個買います。もうするんじゃないぞ。そうだったそうだったありがとうございます。いい音でしたねありがたい結構上目でしたから思ったところこらえてなかったとこ来たんで、ね、でも背筋が伸びました。もう気づいたら目覚まし全部止まってるなんてことはないようにします、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。これでしっかり心の中の鬼が現れたということですけれども、ね、もしかしたらまたこういうことをやるかもしれないということなので、皆様の心の中の鬼とね常に戦いながら清らかな心を保てるように頑張っていきましょう。かしこまりました、はい、以上心の中の鬼を払おう K4 懺悔大会でした。ありがとうございました。それではここで K4 カンパニーからのお知らせです。 K4 カンパニーザ・ムービーあの日のダンボール映画応援グッズが好評販売中でございます。 B、C、D の3つのセットに付属している M カードはクランクイン後の4人からのスペシャルコメントが収録されております。メンバーそれぞれのテーマトークや意気込みなどを語っておりますので、ぜひこの機会にお見逃しなく。詳細は公式オンラインショップニジストアをチェックしてください。よろしくお願いいたします。それではここでお別れのお時間です。お相手は増山拓也と鬼払い松本拓也と服を着ます浜健太と早く着ます小松翔平でしたお疲れ様でした。そろそろバレンタイン、僕らが考えたガチ告白企画。人が人を好きになる瞬間ってこんな感じなんだな。はずこれニジスタチャンネル登録よろしくお願いします。